こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。アマゾン物販の魅力。アマゾン輸出は稼げます。主婦でも300万。副業でも300万。本業だと1000万。これだけの金額をマイペースで一人で稼げます。日本に住んでいるなら、アマゾン輸出で稼がないともったいないです。アマゾンオーストラリア。ねえー 去年の12月5日からオーストラリアでアマゾンが物販を開始しました。でね、えー、これがアマゾンの物販世界シェアなんですけど、北アメリカ、ね、なんと1億人が、えー、参加しているとで。モバイルでも7000万人参加してます。で、ヨーロッパ、ね、デスクトップで8000万人、モバイルで4500万人参加してると。 あと日本とアジアね、えー、日本、えー、日本が、えー、1700万人、ね、デスクトップで参加してる。で、モバイルで3200万人参加してると。まあ、中国についてはアマゾンもね、ちょっとうまくいってないんですけど、まあ、去年12月からオーストラリアが始まりまして、今までの日本、それからヨーロッパ、ね、アメリカ、えー、それからカナダ、それらの場所よりも、 え、断然いい世界最高のね、売り上げを記録してスタートしています。これだけのね、好調なスタートを切った Amazon、えー、オーストラリア。えー、日本にいるとね、えー、すごい稼ぐチャンスです。まあ、なぜならね、Amazon、えーね、今回進出したオーストラリアというのは、えー、日本製品がね、高く売れます。他の先進国と違って、 まあ、アメリカとかヨーロッパと違ってね、オーストラリアというのは、えー、ろくに物がないと。ね。えー、まあ、そら、ハイブランドのね、えー、ビトンだ、エルメスだとかそういうのは入ってきてますけど、日用品、ね、えー、日用品はね、日本みたく、えー、壊れない、えー、ちゃんとした品質のものがどこでも手に入るという環境ではないです。まあ、中国からね、そのまま先進国向けでない、 え、アジアとか、あるいはね、中近東、アフリカに行くような品質の低い商品を値段的には高く売ってるというね。まあ、品、その日朝新の品ぞろえ的にはもう、オーストラリアはね、先進国というか、まあ、どっちかというと、アジア、アフリカ、中近東に近いと。ね。で、アジア、アフリカ、中近東ってね、えー、値段は、物価はね、安いというイメージがある方多いですけど、日本人の場合はね。輸入品はすごい高いんですね。 だからオーストラリアは品質の低いものを高く売ってる市場であると。ね。今現在品質の低いものを高く売ってるわけですから、品質の高い日本製品、まあ日本製品って言っても今はほとんどメイドインチャイナですけどね、えー、日本人が品質管理をした、日本の大企業が品質管理をしたメイドインチャイナはね、えー、全然もうその今普通に中国から、えー、オーストラリアに輸出されているものとは、えー、品質も えー、もののデザインとも違います。ですのでね、えー、日本にあるものを輸出すれば儲かると、オーストラリアに送れば儲かるという形です。で、このオーストラリアアマゾンに参加するにはですね、えー、まあ、日本人であれば大したしょうがもなく参加できるという形になってます。で、意外にね、オーストラリアアマゾン始まってそれほど参加している人いないんですけど、まず日本だとね、えー、オーストラリア、ねえー、なんか、 物価安いといいいいととううイメージを持っててる人が多のでであまり注目されてないのかなか感じですねでアメリカのセラーから見た場合もね、オーストラリアって、まあ、地の果てみたく遠いところにあって、人口もね、わずか、えー、3000万人しかいないと、ね。経済規模も小さいし、ということで、まあ、それほど本気で参加してないと。まあ、これすごいね、ライバルが少なくて、稼ぎやすい、いい市場なんで、まあ、今年はぜひ、 ね、えー、アマゾンオーストラリアで輸出を始めて稼いでいただければと思います。まあ、テンバーアカデミーでは、まあ、オーストラリアアマゾンで稼ぐために必要なこと、すべてをサポートしてね、えー、効率よく稼げるスキルを身につけていただけます。日本に住んでいるあなたにとって、オーストラリアアマゾン副業で、今の本業より稼ぐことができるチャンス到来です。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込みページを見てください。